二十七号上にある道の駅。当駅が開設された当時の富浦町は、ビ和の産地で生産が日本一であり、1993年8月25日に道の駅と三浦ビ和クラブと命名された。1993年4月22日に千葉県内初の道の駅として登録されて、同年8月25日に道の駅と三浦ビ和クラブと命名され、 同年11月27日に開業した。休憩施設などの他物販施設も併設して、開業時点では年間10万人の利用者を見込んでいたが、2002年度には年間60万人の利用者を集めるようになった。2000年3月には全国道の駅グランプリで最優秀賞を受賞した。2004年11月にはビワワインを復活し、 2006年1月にはビワハジャ工場を新設して新装開業した。こうした活動が地域の活性化に貢献したとして2006年8月に道路功労者として表彰された。また2015年度には全国モデル道の駅に選定された。国道127号を挟んだ反対側にあるロータリー内にバス停が設置されている。バス利用者のために駐車場があり、 パークライド方式となっている。また、立山日東バスの市内線や南房総市営路線バスも乗り入れる。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。